ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは。12月ももう28日になってしまいました。ということで、今年最後の伊藤圭介のヘイウエスタンがスタートいたしました。こんにちは、伊藤圭介です。はい、こんにちは、平野大作です。はい、もうあっという間の2018年でございました、うん、もう終わり終わり。そして平成も平成30年だけですが、うん、平成が終わりというそうですね、そういうことになってしまいました。はい、平成最後の放送をお送りしたいと思います、はい、もうだけど平成最後ではないでしょ。まだ平成はだってだ、ね、年明げてもまだ何ヶ月かあるからそう、平成平成はまだある最後の12月の放送。そうですね、ややこしい、ね、ややこしい。そうかそうかそうか、年が明けてもまだ平成が、まあ、平成しばらくは続くということなんですよね。3月まで4月までか、うんうんうん、なんかね、僕あのいろいろ見たら、はい、あのなんかいつまで有効とかっていろんなものがあるじゃないですか、うんうん、たら平成31年の9月何日まで有効と、うん、9月はもう平成じゃねえんだけどなと思いながらさ、そうでもとりあえず平成31年になるわけだよね。まあそういうことですね。そうだよね、はいはいはい、なんか複雑な、もう期限付きが最初から決まってるというようなことなんだけどね。はい、はい、そんなわけで年末いかがお過ごしでしょうか。番組の方は、うん、まあ皆さんと同じようにわさわさしながら始まり終わると思いますけども、ね、よろしくお願いいたします、はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソエルフラワーズの提供でお送りします。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、メールいただいておりますんでね、はい、まあ、紹介していきましょう、はいはい、ラジオネーム3代目恋するエルニーニョさんからいただいております。はい、ありがとうございます。これ初めてかな、のような気がする。いやいや違う、前もありましたよ。違う名前で、先週、違う名前だっけ、先週来てましたけど、先週違う名前でしたんであ、そっかそっか、うん、先週青い空だったのそれでまた出してねって言ったら、なんか、うんうん、本名じゃないけどこれもラジオネームだけど本来使っているものに戻したね、はい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 、3代目恋するエルニーニョさんありがとうございます。圭介、うん、さん大作さんこんにち は, こんにちはメリークリスマス、明けまして、はい、おめでとうございますと両方書いてあるんで、とりあえず言っとけっていうね、どう答えていいかわからないですね、うんうん、はい、今年は日本酒にちょっと目覚めた年でした。なん大作さんも結構ここのところ、はいはい、日本酒がそうですねっていうこと、熱燗を ね、うん、ちょっと寒くなってきたから、はい、その熱燗を飲み始めるきっかけはもうほとんどあのゲストに小川彩乃さんが来た時じゃないの。ああそうかな、なんかあの人めちゃめちゃ飲んでたからね。そう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 、そうだと思うんですけどねそうか、でも冬はやっぱりいいね。あ、そういえば彩乃さんにね、はい、ちょっとねプレゼントをもらったね。あ、クリスマスっぽ いね、なんかクッキー2種類入ってるんですけど、ね、手作りではないですねそれは。絶対違いますよ。違うか、うん、ミニオンって書いてある近場で済ませたな、はい、ありがとうございました、はいはい、それでですねちょっとメール続きいきますと、はい、日本酒ってさなんか酒臭くてちょっと苦手だったんですけど、うん、匂いっていうのはねやっぱお酒っていうのはそう、ね、そうあんまりいいなっていう方もいらっしゃるのかもしれない、うんうん、中ではね、うんうん、で花の舞のお酒を飲む機会があって、うん、こんなに飲みやすいお酒があることを知りました。おあこれはねあの花の舞というかねやっぱりこう吟醸酒と普通酒との違いっていうのがあると思うんですね、うんうんはいはい、だから熱燗にして美味しいお酒を冷やっていうか常温で飲むと、うん、結構グッてくるじゃないですか、うん、匂いがね、お酒らしい、ね、お酒らしい感じ、うんうんまあ、これがたまらないというのも当然あるわけですけれども、うんうん、これが日本酒だよっていう人は結構います、はいはい、で逆に、まあ、1980年代以降ですね静岡酵母というのが生まれまして、うん、その酵母を使った県内の酒蔵で作った吟醸酒、うん、これが、まあ、日本のその吟醸酒のちょっと先駆け的なね、もうどこも日本、あの静岡のお酒おいしいじゃんって言われるようなのが吟醸酒、うん、だから女性も
ちょっとフルーティーで飲みやすい、うん、飲みやすいっていうね、うん、それからシュート飲んじゃうから僕らもすぐ酔っ払っちゃうっていうところありますけれど、そうなんですね。多分エルニーニョさんはですね、はい、エルニーニョさんって気象状況だけなんじゃ恋するエルニーニョさんはですね銀醸酒をお飲みになったと思うんですね。多分そうでしょうね。そうですね、うんうんうん、でケイスケさんと大作さんは好きな酒蔵さんとかありますか。ああ酒蔵さんね、うん、いやいやそれはもうもちろん花の前さんでしょう。そうさすが浜松、うん、っていうことでね、ね、うん、花の前は美味しいですよ。ああ、うん、なんでそんなわざわざそんな言い方しなくても聞いてそうじゃん。あそうかそうか、あそうか、関係者が。なるほど、また一つよろしくお願いします ね、 お願いしますね、はい、浜松支店の店長もねよろしくお願いします ね、 お願いしますね、はい、はい、おすすめの日本酒があったら教えてくださいということなんですが、うん、はいはい、私はね今年そんな日本酒飲まなくなっていて、うん、結構焼酎とかが多いんですけども、はいはいはい、日本酒はね富津というですね、うん、山形県のお酒なんですけども、これがね缶つけても、うん、常温でも冷やしても美味しいというね、うんうんうん、最近は割と面倒なんで常温で飲むことが多いんだけど何がいいかっていうと、うん、味が濃い感じがするんですよ。ほう、多分そういうことだと思うんですよ。水の量とか違うんじゃないかなと思う、うん、割合がね、うん、でこれはもともとその洋食とかに合うような、はい、ちょっと味濃いものでも、うん、日本酒が負けないようなコクのある日本酒を目指して作るというようなことだったらしいんですよね。でこの十に水って書くんですけれども、うん、この富津というお酒を一応三代目恋するエルニーニョさんにですねおすすめしておこうと、あいいですね、いうふうに思います。うん、はい、51歳トラックドライバー、はい、はい、飲んだら乗るな、はい、ですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今週も、はい、ありがとうございます、はい、ね、年明けてもまた待ってますんで、はいはい、ずっと継続して出していただけるとありがたい、ね、毎回ね、はい、うん、それからですね山川砂防の妹さん、ありがとうございます。もうこの方も毎回出していただいて本当にありがたい。本当ですね、うん、この番組の放送作家みたいな方です、うん、もう ね、そうそうそう、このなしにはできないという、うん、ケイスケさん大作さんこんにちは。こんにちは。今年も残すところあと3日となりました、うん、本当に早いです、うん、本当だよね。で多くの地域ではこの日に餅、はい、鏡餅をつくそうですと、あ、ね、今日か28日我が家は30日に餅つきをします、うんうん、あ、僕聞くのは30日って結構あったりするんだけどね、まあ、そうですね、多いかもしれない、キネと臼でちゃんとやりますよと、あ、これは子供の頃は、うん、隣がおじさん家で、うんうん、ほとんど同じ敷地内にお家があって、はい、でそこで結構、ね、うん、おじさんのところの今日子供たちも多いし、うん、僕らも行くので、はいはい、割と大勢でね、うん、ワイワイ言いながら、うん、でまあ、大人の男がついてみたいな、うん、お母さんちゃんひっくり返したりとか、はいはい、こういろんなことやって、ほんで、うん、子供は最後にちょっと あんこ丸めたりとか ね、 あ、そうですね、そういうのをやったりとかした思い出があります。それ美味しいですよね。そう、つきたてを食べるってね。で当時はね、うん、お家の中 の、 その台所のところはど真んになってましてですね、はいはいはい、そこでやってたもんね。あ、そうですね、そうなんですよね、まあ、古いお家なので昭和の初めぐらいに建ったうちそれも改築しましたけど、まだ私の実家はそこなもんですから今、はいはいはい、はい、そうね、いいよね本当に。で、うん、であとまあ、途中でこの方書いてるのは、うん、途中でみんなでつきたてのお餅を食べるのは楽しみなんです。はいはいはい、もう途中で食っちゃう、ね、食べますよね、食べる食べる、うんうん、お、なかなかいい感じでつけてるねとか言いながら、うんうんうん、結構食べちゃって、うん、ね、でおろし醤油で食べてるらしいの。あ、そうそうだから、ね、僕もね、うん、23日だったかな、はい、日曜日にね、うちの奥さんの実家で餅つき、はい、毎年やるんで、はい、やってきましたよ。なんか、うん、ヘトヘトになってその日あったじゃないですか、うん、夕方。あ、そうそうそう、ヘトヘトになって、そうそうそうなんかもう何回つけばいいのよっていうの、最初は楽しみながらやるんですよ、はいはいはい、もう後半作業ですからね、ただのもういいしようみたいな、そうそう、大変だよねやっぱり、ね、長くやるのは ね、 ね、結構交代してくれる人がいるといいんですけど、それでも割と一人がつく時間長いよね。そうそうそう、うん、ということでね、いただきました。お正月というか年末らしい話題をいただきました、はい、ありがとうございます、うん、楽しみにしている新馬さんの CD が届きません。サンタさんは道に迷ってしまったのかなって書いてある。あら、
あの私の方でもう手配したつもりなんですけども、うん、ちょっとすみません、またスタッフに確認しておきますの で、 そうです、ね、よろしくお願いいたします。はい、すみません。はい、ね、早く聞いてもらいたいですよ ね、 ね、年末に聞いてもらいたかったのになっていう感じがします。まだ間に合う、まだ間に合う、ごめんなさい。はい、ちょっと一曲いきましょうかね。はい、はい、ね、今日最初の曲はね、うん、ちょっと薬師丸ひろ子さんでということでね、あの中島みゆきさんの曲なんですけど、はいはい、時代、ほうこれね、ほう、あの薬師丸ひろ子さんが映画の中で自分もヒロインとして出ていて、うんうん、でその映画の、まあ、イメージソングとして歌われていたものなんですけれども、うん、もうずいぶん前、1988年、うん、ちょうど30年前と、あ、ちょうどそうですね、いうことになりますけれども、はい、うん、ダウンタウンヒーローズという松竹の映画でね、うん、山田洋次さん、男はつらいよの、はい、山田洋次さん監督して、はい、実は渥美清さんもちょっと出てたんだよね。そうなんですか。そう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 。で、主役がですね、主演が中村橋之助さん、当時の、うん、で今のあの士官さんですね、はいはいはい、今息子さん、ね、長男さんが橋之助さんになりました、ね、うんうん、なんか4人同時襲名みたいなことをね、うん、やったんですよね。そう、お父さんは士官さんになるし、子供たちは、まあ、橋之助さんだとかなんとかの助さんなんとかのみんなおっしゃったけど、うん、なもうごめんなさい、言い訳で、士官さんで、このダウンタウンヒーローズの松山のですね、高校と 女学校を、はい、舞台にした、まあ、戦後の話なんですけども、うん、原作が早坂明さん、小説でこの方は脚本家でもあるんですけれども、うん、それを、まあ、山田洋次さんが、映画化したという作品でした。で、まあ、どんな作品だったかな、まあ、青春ドラマでなんとなく良かったなって思いつつ、一番記憶に残ってるのが、はい、薬師丸ひろ子さんのこの曲だったんで、ちょっと聴いてもらおうかなって思います。薬師丸ひろ子、時代。薬師丸ひろ子さんで時代聴いていただきました、はい、まあ、うん、この曲なんていうのはちょっと、あ、1年経ったなというかさ、うん、その時をね、こうちょっと感じるっていう歌だなというふうに思いますね、はいはいはい、まあ、中島みゆきさんの、まあ、名曲なんですが、そうですね、こんな風にね、薬師丸ひろ子さんも映画で歌われたというようなことでございました。はい、はい、ということで薬師丸ひろ子、時代でした。伊藤圭介のヘイウエスタン。圭介の酒場放浪壁ということで、酒場放浪壁もこれは今年の最後ということに、そうですね、なりまして、はい、まあ、先週に引き続き、はい、ゲストはね、うん、今度の、市民ミュージカルを再来年の3月にやるという、はいはい、新山明子さんとですね、鈴木明彦さんのお二人でございます、はい、うん、この間の話の続きになるのかなというふうに思いますけれども、そうですね、はい、うんうん、まあ、ちょっと2回目はいつも覚えてないんですが、相変わらず ね、 相変わらずね、盛り上がっちゃうから、もうそうなんですよね、うん、はい、でもとってもお料理も美味しくてね、半谷さんの ね、 うね、うんうん、幸せな気分にお二人にもなっていただいたという、はい、そういう週でございましたけれども、そうそう、はい、では早速酒場放浪壁お聞きください。さて、今日も、はい、今日もというか、まあ、はんなりさん、いつものはんなりさん、今週もですね、今週も、はい、はい、そうです、はい、はい、はんなりさん、中区元城町、はい、アルスパーキング地下1階、はい、今年もありがとうのはんなりさんから今週もお送りします。あ、そうですね、あ、実は今週が、はい、あのもう28日分ですから今、ね、そうですねそう、だから2018年最後、はい、そうですね、今年最後、うん、ということはこの番組も丸1年ということになってるわけですけれども、そういうことですよ、そうなんですよ、はい、先週に引き続きですね、はい、身を尽くし劇団代表、課題件いっぱいあるんで、あの、はい、なんですけど、はい、東海ビル管理株式会社公共事業部ブロック長の新山明子さんと、はい、優等文化センター館長の鈴木明彦さんに来ていただいております、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい、先週はですね、その優等文化センターで、再来年、はい、まあ、あと1年3ヶ月後ぐらいになりますけれども、うんうんうん、まあ、市民ミュージカル in 優等、はい、大和たける仮大、はい、っていうですね、はい、この、ミュージカルをやるにあたっての出演者の募集がもう始まってますっていうようなお話をいろいろ伺ったんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、今週はですね、うん、
それ以外のこともちょっと聞きたいなと思いますけども、ね、うん、はい、まずあのそうですね、お料理の感想から秋山さんいかがでしたでしょうか。すごい美味しかったです。もうこんな高級料理いや今日ねフグが出てるじゃないですか。ね、ね、そうですね。で実は新山さんは山口のご出身ということで、はい、もうフグの本場。そうですね。そう、だから普通になんかあの普段からフグ食べてたんですか。父がね、はい、お父さん釣ってきて、ね、自分でさばいて、ね、自分で食べてました、うん、私たちは食べませんけどね。怖くて、それ、うん、みんなでお父さんが、はい、もしかしたら死んじゃうかもしれないっていうのをあの眺めていたらしいそういう家族だったみたいですけどね。ある意味贅沢ですよね、うん、そうですよね、うん、すごいねやっぱり ね、まあ、この浜松もねそのフグをもう全面的に、はい、あ押し出そう、うなぎに並んでフグみたいなことをね、はい、あの言い始めてるわけですけども、はい、美味しかったですね。美味しかったです、ね、本当に。であとそう美味しかったのがあの富士の牛握り、ね、岡村牛、はい、岡村牛そうそう、はい、岡村牛のあの握りですけども、はい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 、これまだ1個取ってある、うん、ね、これケースが1週間取ってたから、ね、1週間まだ、ね、まだ大丈夫、新鮮です、1週間取ってそう、これの最初見た目はなんか大トロかなんかかなって思ったぐらいのものなんだけど、はいはいはい、そうですね、このサシがね、綺麗な色で、うんうん、どうですか。これはね、相当あの自分が今まで食べたものの中では、はい、トップクラスの美味しさ。あら、クリーム使用感より、いやちょっとクリーム使用感と比べるのがあまりにもちょっとジャンルが違いすぎて、カテゴリーが違いますね。そうね、クリーム使用感はクリーム使用感で美味しいですよ。ううで俺は玉華堂さんにもゲストで来ていただきました、はい、うん、ね、これトロトロですもん、溶ける。でだから、まあ、2巻があったんですけど、はい、1巻は先週いただきました。もう1巻は今週、今週、はい、めちゃめちゃ美味しいですよ。だからそのぐらい取っとかないとすぐパッパッと食べたらもったいないぐらいの感じがしました。そうですね、うんうん、あっという間にもう新山さんもなありませんから、ね、ありません、もうありませんからね。もう鈴木さんももうない、ありません、はいはいはい、もう食べちゃってますけれども、はいはい、ドーマンもドーマンも美味しい、ね、美味しいですねこれは、うん、はい、なんかこうやっぱりこう地のものっていうか、うん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 、ドーマンはですから、うん、結構あの新山さんのあの前いました身を尽くし文化センターね、木川のね、あのあたりとか、それから雄斗文化センターあたりとか、そうですね、あっちの方で結構西区北区でやっぱ浜名湖取れるっていうことでね、はいはいはい、まあ、たまたま取っちゃうと結構なね、うん、お小遣いになるらしいですよ。本当ですか。うん、でよくそういう話聞いた、行きましょうよ、そういう話聞いた、そう取りに行くの、取りに行くとそう出会う可能性があんま高くないかもしれないですけど、はい、ということで、はい、まあ、ちょっとミュージカルのお話もいろいろ伺いましたけれども、そうですね、そう、うん、でやっぱり、演劇にその音楽っていうのが、だから新山さんはそのミュージカルのご経験も自分もあるということで、うんうんうん、結構だけどミュージカルって歌うようにセリフを言ったりとかっていうことも結構そうですね、ですよね、うん、まあ、いろんなミュージカルありましてね、はい、劇団四季で、まあ、はい、考えても、ほぼ全編歌っていうようなミュージカルもあれば、はい、うんうん、まあ箇所箇所でしか歌が出てこないっていうようなミュージカルもあったりして、あ、まあ、様々なあのパターンがあるんですけれども、はい、今回は、まあ、うん、全編ミュが音楽っていうよりは箇所箇所になろうかなと、うんうん、はいはい、なるほどね、まあ、その全部を歌にするよりかは、うんうん、まあ、皆さんの特色を生かしながら、はい、うん、ダンスができる人はダンスをと、はい、いうことで、うん、まあ、今の、応募出演者募集という話させていただきましたけれども、はいはい、うん、実は団体での応募も可能なんです。そうなんです。あ、団体、はい、はいはい、ほうほうほう、例えば、うん、合唱グループとか、 あ、はい、あとダンスチームとかね、ダンスチームとか、はい、あ、それすごい面白い、楽しそう、はい、そうなんです。その団体で出ていただいて、うん、その団体の圧なんですかね、その大きさというか圧力というか、はい、これをドーンとステージの上で
出していただきたいという思いもございます。あ、それはなかなか面白いですよね、はい、でもその出演したいっていう気持ちにもなりますよね、はい、それはね、うんうん、なんでね、そのミュージカルっていうとちょっとね、はい、あのね、敷居が高いかな、はい、そうですね、っていうところがあるんですけど、まあ歌だけでも参加可能だよとか、はいはいはい、ダンスだけでも参加可能だよっていうところで、はい、まあ、自分の得意なところをね、うん、生かせていただければなって、まあ、それ、うん、そういうような出演の場合であれば、うん、もう稽古ね、今さっき、うん、週に 1,2 回って言いましたけど、はい、そこまでこだわりません。そういう団体参加の場合は、うん、もう団体で練習して、うん、これだけを作っといてくれれば OK よと、うん、はうんうんうん、あ、なるほどね。じゃあもう定員的なところはもういくらでもある意味大丈夫です、ね、ありです。全然、はい、そうです、もうとにかくいっぱい出てねみたいな、はいはいはい、あ、もうみんなで楽しくやりましょうって。楽しいですね、はい、面白いなそれはね、うん、今やっぱりちょっと前と、まあ、僕らが若い頃、はい、僕らって 、はい、僕だけ、僕がね、僕だけ、はい、あの若い頃に比べたら、はい、皆さんやっぱりミュージカルみたいなものには、あるいはダンスとかそういったものには昔の頃ずっと馴染んできてるんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、私なんかはその昔ね、高校入ったぐらいの時に、はい、リバイバルでもって、はい、ウエストサイドストーリーを沼津の映画館で見たのよ、うん、はあ、で実はあの2本立てでもう1本がオリビア・ハッシーの、うん、ロミオとジュリエットね、はあはあ、で要するにストーリー的には相手方のと敵対しているグループの男女が恋をするっていう意味ではウエスタン・ストーリーもロミオとジュリエットも一緒、まあ、一緒なんですよ。ところがロミオとジュリエットにすごく見るともうすごく深く入っちゃうんだけど、うんうん、それでウエスタン・ストーリー、なんでここで歌っちゃうのかなみたいな感じでそう、だからなんかミュージカル馴染めんわとかってその時の感想ではすごくあったのね。もう要するに、まあ、ナタリー・ウッドさんは歌ってなかったみたいですけど、ね、歌う人は別にいたんだよ、ね、でナタリー・ウッドと、まあ、リチャード・ベイマーっていう人ね、はいはい、で、まあ、一番目立ったのは結局ジョージ・シャギリス のダンスとか、なんか素晴らしかったんだけれども、でそれ見た時はね、なんかあんまりよく分からなかったっていうか、だからロミオとジュレットと2本立てっていうのが結構なんか意図的には組んでるんだけど、うんうんうん、なんかやっぱ外したのかなっていう感じでちょっとあったんですよね。はいはい、うん、だからまああの頃に比べたら皆さんね、ダンス小さい時からお子さんやってたりとかするじゃないですか、うん、だいぶ変わってきた感じはあるね。日本もだいぶ違う感じだったのかなって思うんですけどね、うん、割とね最近、お子さんたちが習ってらっしゃるのって、うん、はいはい、ヒップホップが多いのかなと。あ、はいはい、うん、もしくはストリート系が最近増えてるのかなと思いますけれどもね、ミュージカルって割とジャズダンス系の踊りが今までは多かったんですけど、まあ、今回はまあいろんなジャンルを取り入れながらやりたいなと思ってるので、なんかね、そのミュージカルっていうとジャズダンス系のなんか歌を歌いながら、うん、ダンスするっていうようなイメージあるかもしれないんですけど、そういう固定観念に縛られず、うん、自由にいろいろやってみたいなと思ってます。じゃあ今回の募集も、うん、もうジャンル問わず、問わずです。そうです、問わず、もういろんな団体さんが応募してくれて OK ということですよね、うん、いろんなジャンルが混ざることによって生み出されるその面白さというのをちょっと追求したいのかなというところですかね。いや、なんかとっても面白そうですね。そうですね。だから、そう、これも映画だけど、たけしさんの映画でね、下駄でタップをやるとかっていうのがあったじゃないですか。ザトイチ、ああいうの、そうそうそう、うんうん、ああいうのもやっぱとっても斬新だったなというふうに思うんですけども、今回のそのお芝居ミュージカルはやっぱりそのいろんなジャンルがやっぱ入ってくるっていうような意味ではね、はい、あ、ここでこういう感じなのっていうふうにお客様が思ってくださるようなものが出てくるんじゃないかな、うん、そうですね、うん、はい、うん、すごい楽しみで、脚本総合演出鈴木健一郎さんが、最初ハマースを舞台に作ったプレイヤーズ、あれは、はい、
あところどころがミュージカルになってるっていうところもあったから、だから彼もだからそういうところって、そうそう、あの時はあのマインシュロスを舞台に、その鈴木さんの歌みたいな、市長も鈴木、あの社長も鈴木みたいな歌なんだけど、あれめちゃめちゃ面白かったよ。で今回は、あれ面白いですよね。今回プロデューサーも鈴木、脚本総合演出も鈴木なんだけど、そう、はい、ね、びっくりしますね。びっくりしますね。鈴木明彦さんと鈴木健一郎さんなんだけど、はい、そう、まあでまあそれを使うかどうかは分かりませんが、そう、でまあ健一郎さんもそういうところってすごくいろいろ考えてます。今まあ。まあ、私たちが放送しているのは FM ハローですけども、はい、あの K-MIX でラジオドラマを書いたりとか、そういう活動もいっぱいされていて、もちろん、もともと映像をずっとやってるわけですけれども、はい、うん、で鈴木さんもすごく楽しんでこの仕事をしてくれそうな感じがする、なんかちょっと可能性をすごく、うん、あの見たいなっていうかね、うん、はい、ありがとうございます。も聞いてるのもすごい楽しみ、ね、と、で鈴木明彦さんも、はい、プロデューサーの鈴木明彦さんも、はい、あのバンドをやってたわけだから、ね、音楽は詳しい、ね、そう、うん、若干ですが、はい、はい、どんな音楽を鈴木さんはやったの？まあロックンロールですね、やっぱり普通に。ああ、ロックンローラーだったんですね。はい、そうですね。あ、じゃあ結構もうヘアスタイルも今とは違ってみたいな感じ？もう何ですか、あの金髪で、うん、金髪だったので、ロン毛みたいな。金髪でロン毛ですか？はい、その当時は。ああ、いつからそんな真面目な髪型になった？そうなんですか。え、楽器は何を？楽器はギターですね。あ、ギターですね、はい、あー、ボーカル、ギターボーカルでやってましたね。素晴らしい、スターですね、はいはい、うん、ですね、ありがとうございます。でも最近はさ、本当にあの CD とか番組でもかけたりしても、はい、そのギターがその例えば感想の部分に入ったりとか、うん、イントロの部分とか、うんうんうん、そこを聴かせたいっていう、むしろそういう曲も結構あるじゃないですか、はい、で昔はラジオ番組の時はイントロで、あのボーカル歌い出しのところまで、イントロのところまでずっとあのリクエストしてくれた人の名前喋ったりと か、 だから感想のところもなんか喋ったりとかで結構したんだけど、最近やっぱ曲によってはね、うん、やっぱそういうところの、うん、アレンジを聞かせたいとか、はい、要するに、まあ、例えば CD になる時もよく紹介されるのは作詞作曲なんですけど、うんうん、編曲、このアレンジの部分っていうのはすごくあの一つの曲にとって大事な、そうですね、そう、アレンジ一つが全然変わるからね。そこのアレンジをね、今回ね、そうそうそう、うん、オックさんがやっていただけます。出ました、はい、ギターでもね、とっても素晴らしい腕前を見せていただけるんですけど、はいはい、うん、ね、アレンジの力も素晴らしくて、うんうんうん、まあ、もちろんあの歌も歌います。あ、あ、そうですか、はい、はあ、すごい、そうやってもらった方がいいですよ ね、 ね、奥さんも30超えたか、超えそんなになりますか、そのぐらいじゃないの、ね、大丈夫ですか、年齢言っても。わかんないですよ。大丈夫ですか、新山さん年齢言わないんです。あ、わかりました、承知いたしました。聞いちゃったけど、聞いちゃったけど、ね、聞いちゃったけど、は言いません。はい、うん、言ってもいいんですよ。あ、いいですか、言いますか。自信、自信満々なのですよね、はい、うん、はい、奥さんがやっぱりこう浜松を中心に、ね、ずっといろいろライブ活動とかされていて、で彼のやっぱりギター、うん、はい、それが今回 の、 そのステージも出てくるし、そのアレンジもいろいろ彼がやるってい う、 そ、 う、 いうこと、そこも一つのね、そうですね、見どころですよ ね、 ね、そうですよね、聞きどころっていうんですかね、うん、すごいなと思って。でほら、あの出演者募集のキャラバン隊の時も、はい、奥さんもこうやるとそうですいうことで、和服にね、帽子という、うん、トレードマークの帽子は、はいはいはい、そうね、帽子はねやっぱかぶってないとね、うん、いやいや、奥さんがやっぱりそれね、うん、あ、帽子っていうイメージなんですね。イメージですよね、イメージよね、うん、帽子で、うん、あのなんか髪の毛がもじゃもじゃはみ出てるみたいな感じの人なので、でずっとそのスタイルはあんま変わんないと思うんだけど、彼はね、だからそういういろんなあのジャンルのこう、なんていうの、才能のある人、そうです、ね、浜松の人が集まって人作る、うん、そうですね、うん、で、これあの時代劇なんですよね、はいはい、ミュージカルとはいえ、はいはい、時代劇、はいはい、そうですね、大和たけるが、はい、なので和服っていうところで、うん、はい、ただね、和服
とは言っても何時代かがまだわからないというね、うん、キャストも決まってなければ脚本もまだできてないよね。あ、そうなんですか。ちょっとせっついた方がいいんじゃないですか、健一郎さん、鈴木健一郎さんに。そろそろね、そう、ちょっとラジオドラマいい、ちょっとゲームしてやってもいいから、ちょっとこっち作ってよって言ってだ、これ大体何時間ぐらいのものになるんでしょうね。今1時間半で考えてますね。はい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 、うん、なるほどね。そう、じゃあちょっと頑張って。もちろんね、笑えるところも作りたいと、うんうん、あ、はいはい、思ってます。大体笑えるところというと、今あのたまたまね、はい、今年の6月10日にやった、はい、あの三尾筑紫劇団第6回公演、はい、敵か味方か味方ヶ原言いましたね。これは滑舌のトレーニングに使ったのに、はい、敵か味方か味方ヶ原っていう言われてますよ、今。言えてないか。で、これなんか見てると、そのリーフレット見ると、うん、なんかひょうきんな顔した人がいっぱいいるから、はい、あ、ちょっと笑いは今までもその三尾筑紫劇団でも結構あの取り入れて頑張りますよ、うん、あのもう私、うん、今回も演出助手とか、はいはい、あの演技指導っていうところで関わらせていただきますけれども、はい、まあ、あの基本的にあの山口って大阪の方なんですね、うんうん、ずっと吉本を見て育ってきたようなところでもあるので、はい、土曜日にね半分で終わったら吉本を見るというもういつものパターンで、吉本で育ってきたので、もうこけ方とかもねこだわりますね。あ、そうなんだ。こけ方甘いねとか。完全吉本ですもん。あ、これね、この人たちね、本当だよね。なんかちょっとリーフレット写真見と本当に吉本な感じがしますよね。はい、うん。でもこれだけど、三尾筑紫劇団の時のあのものも あれですよね。やっぱりその直虎とか直政とか、うん、いい家の方々、うん、要するに時代ものをずっとやってらしたっていうことですもんね。うん。だからその、あ、こういう時の衣装っていうのはどうしてるんですか。衣装、時代劇だから結局普通の服じゃないじゃないですか。そうなんですよ、うん、すごい衣装があって、うんうん、今私んちの押し入れがもう全部埋まっちゃっててっていうえ、そうなんですかこの衣装で、はい、でカツラもすごいあって、たまに車に乗ってますね。あ、そうですね、そうです車の中に、あの、はい、私の車には衣装とかカツラが乗っかるんですけど、ある人の、車の中は刀とか鎧がいっぱいとかね、それちょっとやばいやつじゃないですか。やばいですね、まあでもね、刀って言っても、うん、あ、これね、今回直虎の大河ドラマが直虎になった時に、はい、うん、あのすごい脚光を浴びられたんですけど、稲葉さんにね、渋川に長山さんっていうね、紙パックで、あの鎧甲冑を作られる方がいらっしゃるんですよ。その方がね、もうすごい協力してくださって、貸していただいたりとかして、刀も全部作ってくださるんですけど、木でできてるんですよ。で、鎧なんかも紙パックでできてるので、はいはい、軽いから演劇にはすごく向いてる、はい、動きやすいんですよ。本物の鎧って30キロとか、はい、下手すりゃ60キロとかっていうものもあるんですけど、はい、それは牛乳パックみたいな。そうそう、紙、あ、牛乳パックなので、はい、あの軽くて動けるんですよね。すごいですね、まあ、そういう方の協力も得てこう、ね、はい、だからいいの虎走るとかね、いいの赤鬼伝とか、ね、風雲いいの牙とかですね、こういういいけども、で本当に直虎の大河ドラマになる前からも、前からね、もう何年前ですかこれ。もうだから最初2013年の2月に第2回公演としていいの虎走るというのをやってらっしゃるんで、だまだ誰もいい直虎なんて知らないですよね。そうなんですよね、うん、だから最初は、うん、あのみんなね頭がとあのこんぐらがっちゃうんですよ、はい、みんないい直近だったり、はい、いい直虎だったり、いい虎松だったり、はいはいはい、なんかあのこんぐらがっちゃって、うん、誰が誰やらっていうところなので、まあ、かあの家系譜っていうのかな、そういうのをあのチラシに載せるようにしましたね。あ、なるほどね。で、大体みんな直がつくもんですから、はい、わかんねえね、わかんない。お父さんだって直森だったとかね、うんうん、そうですね、うん、でみんなその兄弟も直ばっかりなんで、うんうん、そうとってもあのえ誰だっけみたいな、はい、どういう関係だっけって最初思っちゃうような、うんうん、ことすごくあるんですけど、うん、でも最初にやっぱり
なんかナオトラのことをね、はい、でつまりあの NHK でその歴史の番組でさ、ナオトラの方でやったのがきっかけで大河ドラマになるような感じにもなってたと思うんだけど、それよりも前にもうすでに身を尽くし劇団でやってたっていうことなんですね。これはすごいと思いますよ、はい、ありがとうございます、ね、うん、で、まあ、またあれですよね、ちょっとお休みした後また身を尽くし劇団の方でもっていうことで ね、うん、ちょっとね今、うん、あのヤマトタケル、はい、この市民ミュージカル in ユートの方にちょっと私、はい、結構なあの割合で入ってますんで、ちょっと同時に2つが厳しくて、まあそれはそうだと思いますよね、うん、まずは形になるまでは、はい、うん、はい、で今回その新山さん一応演出助手みたいな書いてある、はい、あるんだけど、でもあの表には出ないですか。まあ一応出るつもりは今のところないですけど、うん、まあ、うん、急遽ね、急遽ということはあるかもしれないですよね。なるほどね、うん、まだ分かんないですけどね、うん、やっぱ女優ですからね。まあでもなんかこう時代劇の服装でなくても今日お見えになってる感じの感じで、はいはい、こう現代劇とかドラマでも全然いけちゃうかなっていう感じがしますけれども、そうですね、うん、ね、うん、こうそれも見てみたいなとは思いますけど、うん、でもヤマトタケルの時代設定が、うん、要するにヤマトタケルの本当のヤマトタケルの時代かどうかわからないっていうことね、このね、で本当のヤマトタケルの時代だったら、まあちょっと半分ぐらいは、うん、ちょっと裸ぐらいの感じの人がいてもいいよね、衣装ね、衣装いらない、で、あとはだから、まあ、ヤマトタケルの時代だと、まあ、ちょっと袋みたいな感じの服になっちゃうんですけど、ね、袋って、まあ、まあ要するに大国主とかヤマトタケルの大体あんな神話の世界の方の、うん、ちょっと白いね、うんうんうん、そう、ちょっと なんとなく宗教っぽい感じの感じもしますけど、あ、でもなんか演出的には鈴木さんね、はい、やっぱそういう、はい、まあ、プロジェクションマッピングをっていうところにまず僕は惹かれたんだけれども、うん、それ以外の音楽の部分とかね、はい、そういったところでもやっぱ楽しみがいっぱいっていうか、そうですね、そう、うん、だから、はい、まあこう大体どこを見てもらいたいとかってよく聞かれることはあると思うんですけど、はい、ちょっとなんかいろんなジャンルからいろんな方向からちょっと見てもらいたい、そうなんですよ、感じですね、うん、なんでこのジャンルが何なのかっていうと、はい、うん、あの市民ミュージカルとは言ってますが、はい、ミュージカルという名前を借りた新しいエンターテインメントだというところで発信していきたいなと思っております。いいですね、はい、はいはいはい、で、あの、うん、これが一体何なのかは来ていただいたお客様が、はい、これはこうだよっていうネーミングをしていただければいいかなと今思っております。なるほど、はい、まあ、これからまたねその募集についての発信というのが、うん、キャラバン隊を通じてとかそれからまあ SNS でも発信していくと思われますけれども、うん、はい、もうぜひね多くの皆さんに関心持っていただいて、はい、うん、一緒にやろうっていう、そうですよね、そうです、そうです、うん、盛り上げたいですよね、盛り上げたいですね、はい、せっかくですから、うん、でいっぱいやっぱり発信してですね、例えばこういうものをそのユート文化センターでやるんですよ、しかもこれ市民ミュージカルですよっていうことを、うんうん、やっぱりメディアにもちょっとこういろいろ、はい、そう、うん、いち早く FM ハローを取り上げましたけど、そうです、ありがとうございます、あ、もっとやっぱほらちょっとあのテレビの取材ちょっと来てよみたいなとか ね、 あ、そうですね、新聞も取材来てよっていうのをやっぱどんどん投げ込んであのやってもらった方がいいんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、そう本当に、まあ、私たちも協力ができることがあればね、いやもうそこは圭介さんの力で、うん、出ていただいても、あ、すごいですね、出る気満々ですね、出る気ね、ありがたい話ですね、3月20日開けておいてくださいね、3月20日、はい、はい、まあちょっと J リング中継がなければ、でもこれ公演は1日だけ1日だけこの日だけなんですね、はい、はあ、そっか、で昼の部、夜の部、なんか1日のために1年間かけるってロマンありません？あ、すごいですね、すごい、いや本当そうですね、貴重ですよね、うん、ね、本当よ、すごいなと思う、という意味でもぜひね、はい、皆さんには参加していただき、そして見に来ていただきたいっていうことだと思いますので、はい、ね、あのもう、あ、時間がなくなってきちゃったんですけど、はいはいはい、あの新山さん鈴木さんそれぞれこの、改めてですね、市民ミュージカル、大和たける
括弧仮代括弧閉じについて思いを一言鈴木さんからお願いします。はい、あの先ほども申しましたけれども、これはもう新しいミュージカルというか新しいカテゴリーのエンターテインメントであるというところをですね、鈴木健一郎監督と一緒にですね、提案できればいいかなと思っております。はいはいはい、新山さん。はい、あの未経験の方とか大歓迎なので、ちょっと興味がある人でも結構です。はい、ちょっと優等文化センターに問い合わせてみてほしいなと、うんね、お気軽にご相談していただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい、もうやっぱり優等文化センターアピールするためには、僕はちょっとあの、はい、出ないかも、出ないでしょうって言った、うん、モアイをちょっと鈴木健一郎さんに言ってえモアイをちょっと登場させてくれ。モアイですか。モアイがどこでというか、あのセットの後ろのところにちょっとモアイがいるんだけど、これが優等文化センターみたいな、はいはいはい、なった。それは僕の勝手な思いですけれども、一つよろしくお願いいたします。はい、この後優等文化センターの連絡先、はい、この後、はい、紹介しますからね、スタジオで。スタジオでね、うん、はい、ということで、はい、2週にわたってですね、はい、今日新山明子さんと鈴木明彦さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、はい、大作さん勝手にこの後スタジオで今急に焦っちゃったね言ってあのこの間いただいたチラシを持ってるんだけど、優等文化センターのホームページがですね、はい、http://優等ミュージカル .com、yutomusical.com ということでございましてですね、はいはい、電話してみてくださいって言って、まあ、それか、まあ、ネットで検索すればね、うん、ネットで出てくるので、うん、そうですね、はい、優等ミュージカルみたいなので、うん、検索していただくとヒットすると思うんですけれどもね。そうですね、はい、うん、あった、電話番号ありました。よかったよかった、見つけた。申し込みお問い合わせ電話がですね、 053-596-1100 053-596-1100 というのが、優等文化センターの、はい、電話番号、きっと鈴木明彦さんが来てくださると思いますので、はい、うん、ね、問い合わせしていただければというふうに思います。そうですね、はい、いやー、これは結構楽しい、お話聞いたの楽しい、うん、楽しいなと思ったんだけど、ちょっとなんかね、新山さんが美しいので僕が舞い上がって喋りすぎてましたね。ああ、やっぱり今回もね、今回ね、うん、今回特に喋りすぎたなっていう感じが今聞いてて、はい、とても反省しました。じゃあ来週は気をつけてくださいね。気をつけますはい、ということで、2週にわたり、身を尽くし、まあ、劇団代表でもありますけれども、はい、東海ビル管理のですね、公共事業部の、ブロック長、はい、新山明子さん、それから、優等文化センターの館長の鈴木明彦さん、お二人に登場していただきました。はい、ありがとうございました。酒場放浪壁でした。ソエルフラワーズプレゼンツ、伊藤圭介のヘイウエスタン。花風知恵袋。いや、年の最後にちょっとぴったりあったかもしれませんね。あ、はい、初めて1年やって初めて本当だね、はい、ですね、あの花風知恵袋のですね、はい、今日は質問というかご相談ではなくてですね、はいはい、この間ご相談のあれが来てたんで、うんうん、メール来てたんですよ、その答え結果みたいなものですね。 はいはい、あんひでちゅあんというラジオネームの方からいただいていますこの間はこの間はこんなんじゃなかったような気がするんだけどさ。そう、前まではひでちゃんラブっていうね、あ、そうだ、ラジオネームだったんだよね。で今回あんひでちゅあんになりましたけいすけさん、大作さん、こんにちは。今年もあと3日でおしまい、いろいろやり残して散らかしてますが、うん、来年も適当に過ごして年末になるのではないかと思ってる。早いね、来年の年末のことまで言っちゃってるよね。
さてクリスマスツリーの高いところに何を飾るかということでチャレンジしていましたが、うんうん、さっさとクリスマスが終わってしまい、うん、写真も撮り忘れていたので今送りますと、あのほらこの間来てたのは、はい、藤の枝が、うん、藤が枯れちゃって枯れたと、うん、なんか鉢にあるんだけど、はい、ただの枯れ枝の木になってしまったんで、はい、どうしようもないからこれをクリスマスツリーにしようかというですね、うん、はい、とてもちょっと変態な考え方なんだけど、ね、うん、やってみればみたいなで、ね、やったら写真撮って送ってよって、ね、そうでなんかね送ってきてくれたんですよ、はい、そう、あ、なんかやっぱり藤ってこんな、うん、こんな鉢植えの横にちょっと枝が広がっていて、ね、うん、全体に木の形としてこれいびつな感じはするんですけれども、うん、ね、で本当は枝しかない藤の植木に飾るつもりでしたが、はい、あまりにも枝がなくてひどいので、うん、あれ隣の植木にしました。え、これ隣の植木なの、何これ。あ、じゃあこの、うん、こっちが隣の植木ですよね。あ、そうなんだ。こっちが藤。あ、そうか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 、うん、あ、なるほどね、うん、うん、赤い実がたくさんついて綺麗だったはずですが、うんうん、はあはあ、これ何の木だろう。それ多分ね、うん、写真見る限りだと、うん、西洋ヒイラギ、クリスマスホーリーじゃないかなと。ああ、これ葉っぱがね、僕もヒイラギっぽいなと思ったんですけど、うん、それよりもとんがりがちょっと足りないような感じはあるんですけれども、そうそう、日本のヒイラギってもっとね、はい、チクチクした感じだけど、そうですよね、西洋ヒイラギはねちょっと丸っこくなっちゃうんで、うん、多分そうじゃないかなと。あ、なんか紙かなんかで作ったかなと思ったんですけどあ、そうじゃないんだね。あ、西洋ヒイラギ、うん、ちょうどいいじゃないですかこの木で。そう、スス、ちょうどいいですよクリスマスの時期に ね、うん、そうですよね。だから余計な飾りしなければもっと綺麗なんだけどね飾りつけてあるよなんかね。うん、でその赤い実がたくさんついて綺麗だったはずなんですが、数日にわたっての鳥の襲撃にあってしまいほとんどなくなってしまいました、うん、あ、それ実がついてるとまたちょっと違ったかもしれないね、色合いが ね、緑と赤でね、うん、クリスマスらしいっていう感じなんですよね、うん、はいはい、うん、それで来年はもう少し早くから計画しようと思います結局あのツリーの天候調はなしとなりました。1年かけて考えますって。てっぺんはないんだよね。ないですねちょっとあの銀色のあれですかね、モールはね、適当に巻いただけというね、うん、そうでしたね、うん、はい、あ、僕はこの枯れ木にどうやってこの葉っぱをつけたんだろうと思った。同じ木だと思ったらこの写真みたい。あ、違う、あ、違うんだ。違う違う違う、藤はほったらかしなの結局そういうことですよ。あ、そうなんねでこの藤をねよく見るとね、うん、新芽があるので、そうそう、これは枯れてるって言っても生きてますんで、うん、この木はね。そうですね。で本当にあの木っていうのはこの植物強いですから、うん、ね、うん、ぜひ大事にしていただいて、はい、来年の春これ葉っぱとか出てくると思いますんでね。きっと出ると思うんでね。出てきますね、うん、でちょっと木の形悪いんだけど藤ってでも藤枝、あ、藤の、はい、棚にしたりするから伸び方ってなんかすごく勝手な伸び方するんですかね、あれね。するんですかね、あれは。結構まあ強引にというか、うん、剪定しながらああいう形にしてるんですかね。ゆうやの長藤なんてすごい太いね、うん、あれが、うん、もう藤棚のとこぐわっといってるんだけど、はい、うん、これで棚を作るにはまだ何年かかるだっていう感じですね。何百年かかるんじゃないか。そう、そう、まあとにかく大事にね、この木も大事にしてあげていただければというふうに思います。はい。なんとなくまだ年末感がないのですが、来年も楽しい放送を期待しています。そういえば圭介さんは久しぶりに元旦から伊豆の方で生放送があるそうですね、うんうんうん、イノシシ年ということで某お菓子屋さんがゲストだったりするのかな。そちらも楽しみ。ゲストじゃありませんただあの今週の火曜日には、はい、買いました、言葉資生課のイノシシもなか。買ってきてちょっと、はい、お友達にあげようかなということでね、はい、明太パークにも行ってきましたんで。あ、いいですね皆さんまた伊豆の方にもぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、ということで本当藤井の花また大切にしてください、うん、ですね、はい、じゃあちょっとねこれ1曲なんですけども、これは大作さんがですね、はい、うん、お友達に頼まれたというもので、ここにですねお手紙が来てるんですけれども、うん、初めまして、浜松で音楽活動しているののかです、二十歳ですというお若い方ですけれども、はいはいはい、ギター弾けたらかっこいいなって不純な動機からギターを買ってもらい、それで満足してたのですが、5年ほど眠らせていたギターを教えてもらえるきっかけがあり、うん、ようやくギターを手に取って弾き始めて1年ちょっとの新米なんですけど、歌うこととギター弾くのが楽しくてたまらないんです。
普段はバンドや昭和歌謡曲が好 好きでカラオケでは昭和ソングばかり歌ってて1曲目の未来地図はそんな歌謡曲っぽい感じの私の好みの素敵な曲になってますってことちょっと CD をいただいたんそうなんですよ、はい、うん、でこれね、作詞がののかさんのお母さん、はい、作曲はあれですポップスクラブのリリーさん、うんうん、で、歌はそのののかさんとリリーさんのユニットということで、はい、骨骨という名前のユニットなんですけども、なんか2月4日から iTunes で音楽配信もされるそうですということなんで、うんうん、CD はポップスクラブで購入できます1000円ですって書いてあるんですが、はい、ちょっとこの曲をねちょっと今日かけたいと思います。骨骨で小鳥。なんか懐かしい感じがするんだけどね、僕にとって、ね、僕の世代だと、はいはいはい、例えば山崎箱子さんとかさ、なんかそういう雰囲気の、なんかそうですね、そう言われてみれば、でも声とってもいい感じだなと思って、うんうん、こう楽しみだね、うん、これからね、そうだ、そうですね、そうちょっと今の CD 一部ところどころね音がスッて落ちるところがあったんですけども、うん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 、はい、これもなんていうの、まあ、YouTube 手作りなんで、ね、手作りの CD なんで、ちょっとすみません、申し訳ないんだけど、でもこういう新しく始めましたよと、5年眠ってたギターを教えてもらうきっかけがあったんで、やり始めましたということでね、でなんかすごいいい感じじゃないですか、ね、ぜひまたポップスクラブで、またちょっと今、音が消えたんで、ちょっとドキッとしましたけども、ぜひまたポップスクラブでライブがあるような時っていうのは、そう私たちも情報分かれば、そうですね、ここで告知して、皆さんにね、ちょっと聞いていただきたいなというふうに思いますね。はい、ということで、ののかさんとリリーさんのユニットで、骨骨という。どうして、なんで骨骨なのかな、そんな骨っぽいのかみたいな、はい、聞いていただきました小鳥という曲でした。さて、ですね、これ今年の放送がですね、はい、終わりなんですけれども、うん、もうちょっとですね、はい、いろいろクリスマスも終わってですね、はい、でも一段落はするわけではないお花屋さんですか。まあそうですね、うん、まだまだこれからまあお正月もありますし、はい、うんうん、基本うちの会社年中無休で営業してますので、そういうことね、もう元旦からお仕事なんでね、あ頑張りますよ。あ元旦ももう休まずにお仕事、休まずに、圭介さんもね元旦からお仕事なんで、ね、うん、元旦からって元旦だけね、まだ本当今年元旦だ だけ、ね、すいません、2日3日4日のところ、普通、はい、通常です水木金のところは、うんうん、この番組の関係のお仕事があったりですね、はいはいはい、でアナウンサーアカデミーの講座があったりとかですね、うんうん、その辺一応お休みさせていただいてですね申し訳ないんですけれども、 そうですね、その分年末が大変というね、はい、うん、まあ、まあでもまあなんとかなるんじゃないかなという感じではいます、はい、
ということで皆さんにまた来年もね可愛がっていただきたいなと、ね、思いますので、はいはい、花風車ソエルフラワーズにもぜひ皆さん、うん、あの足を運んでいただいてですね、はい、いろんな季節季節にあ、うん、今はこんな時期のお花がいいんだなとかね、うん、そうそうあのいろいろあると思いますんでね。でまた疑問がある、はい、お花の疑問でもいいですし、うん、全然関係ない質問を大作さんは待ってますけれども、そうですね、はい、またそういうのいただけるとありがたいなと思います。お待ちしてますよ。はい、全てのメールの宛先はですね、はい、どんなネタでも同じです。 hey@fmharo.co.jp ということでお待ちしております。もう、はい、一度聞いた方はですね、ずっと聞き続けていただきたいと思いますので、そうですね、お願いいたします、うん、次の放送が1月4日の金曜日ということ で、はい、番組の方休まずやらせていただきますので、はい、やります、やります、はい、一つよろしくお願いします、はい、大作さん今年1年ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソエルフラワーズの提供でお送りしました。それではまた来年、良いお年を。